とんでもないスクープ。南の匠が丸々獲得。リーグ1、第25節ストラスブール、VS、モナコ、ドリブルで、うまく、ボールを運び、スローインを獲得した南野匠。引き続き後半も活躍なるか？アベマサッカーさんがとんでもない、ニュースを投稿し、とんでもない、動揺が広がっているようだ。快挙、南野匠、スローイン獲得が見出しに、スローイン獲得って、なんやスローインを獲得って、スローインって何やねん、スローイン獲得って初めて見た、赤ちゃんが喋ったみたいな言い方するな。待て待てみんな落ち着け、モナ王がボールを投げ入れたんだぞ、モナ王の手を煩わせたからな。王がスローインするんだ、当然のことである、偉大なスローインをもっと称えるべきだ。PK 獲得、みたいなテンションで言うな、スローインを取っただけで褒められる、滝は偉大なんだ、スローイン獲得を速報すんなや。スローインは大切なんだ。やっぱり、スローインの重要性を理解している、滝はさすがなんだ。スローイン獲得はおもろい。絶対、サッカーよくわかってない人書いてる。スローイン獲得多分俺でもできる。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いので、ぜひご視聴ください。